ここは負けられない1番人気、1番エアグルーヴ。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。王道の距離で好走が期待できますね。行くぞ。美しい青空が広がる中山レース場、ターフも絶好の良馬場になりました。十分に実力を出せるレースとなりそうですね。人気と実力を兼ね備えた待機シャトル、今日は3番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、シンボリルドルフ。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。ここまで無敗、トリプルティアラの馬娘エアグルーヴ1番人気です。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。サイレンス鈴鹿と15番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気エアグルーヴ、サイレンス鈴鹿、快調に飛ばしていきます。サイレンス鈴鹿先頭に勝ちました。続きました15番、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。そしてここで先頭は15番、続いてサイレンス鈴鹿、早くも激しい競り合い。シンボリルドルフ3番手、少し後ろから14番、5番手、8番、さらに1ライスシャワー、少し後ろから待機シャトル6番、続いている。そのうち並んで3番、少し離れて2番、そして外目を突き出しては5番、その外並んで前のトップガン、少し離れてハッピーミーク、外でエルコンドルパスター、さらに1エアグルーヴ、1馬身離れて11番、第2コーナーを抜け向こう上面に入った。順位を振り返っていきます。現在1番手はサイレンス鈴鹿、それを見るように15番、3番手にシンボリルドルフ、その後から14番、差がなくライスシャワー、それを見るように6番、内8番、待機シャトル並んできた。それを見るようにエルコンドルパスター、さらに内から3番、すぐに続いてハッピーミーク、内の方から5番、外を回って前のトップガン、さらに2番、その後ろエアグルーヴ、1馬身離れて11番、後方2番手に9番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。ウマ娘たちがどう動くか。これが女帝の力だ。勝負は最後の直線に持ち越された。エアグルーヴ前を狙っていると、中山の直線は短いと、後ろの子たちは間に合うか。さあ、外から先頭を飾るのはシンボリルドルフ。エアグルーヴ並びかけてきた。エアグルーヴすごい足で上がってきた。2着を通過、4番手まで大混戦。エアグルーヴ足色は衰えない。2番手争いはエルコンデルパター、シンボリルドルフ、お見事。エアグルーヴ着差以上の強さを見せた見事な勝利です。エアグルーヴ URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着にはエルコンデルパター、3着シンボリルドルフ。聞こえるかこの歓声、これが理想というものだ。なあ、うん、
たわけが。いや、まったく。うん、いや、はあ、うん、どうしたものか。様、まったく。当然だな。トレーナー。おい、女帝たるもの、